皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この時間は、小学校第4学年算数、概数の4時間目の内容です。教科書118ページを開いて、一緒に算数の勉強を始めましょう。前の時間の復習です。1000の位までの概数にするには、1つ下の100の位を四捨五入して、 概数にします例えば14,832を1,000の位までの外数にするには100の位を四捨五入します切り上げるので1つ上の位の数に1を足して1万5,000になりますまた上から2桁の外数にするには 上から3桁目の位の数数を四捨五入して概数にして、にます。例えば14,832を上から2桁の外数にするには上から3桁目の位の数8を死者五入します。切り上がるので1つ上の位の数に1を足して1万5,000になります。 では鉛筆問題6に取り組みましょう。四捨五入して1000の位までの外数にしましょう。また四捨五入して上から2桁の外数にしましょう。ここで動画を止めて問題をノートに解きましょう。できましたか丸一 83,679を、1000の位までの概数にします。1つ下の100の位6を、四捨五入して、切り上げて、84,000になります。また、上から2桁の概数にするには、上から3桁目の6を、 四捨五入します切り上げるので8万4千になります丸 ② 26万8千105を千の位までの概数にします一つ下の百の位一を四捨五入して切り捨てて 26万8になります。また上から2桁の外数にするには上から3桁目の8を四捨五入します切り上げるので27万になります3315万8321を 1000の位までの外数にします。1つ下の100の位3を死者五入して切り捨てて315万8000になります。また上から2桁の外数にするには上から3桁目の5を死者五入します。切り上げるので320万になります。 45248万7013を1000の位までの概数にします。1つ下の100の位0を死者五入して切り捨てて5248万7000になります。また、 上から2桁の外数にするには上から3桁目の4を死者五入します。切り上げるので5200万になります。では四角5の問題に移ります。死者五入して100の位までの外数にしたとき200になる整数は いくつからいくつまでですか、という問題です。目当ては、死者誤入する前の元の数の範囲について考えよう、です。ここで動画を止めて、問題と目当てをノートに書きましょう。書き終わったら、動画の続きを見ましょう。 問題100に取り組みましょう。1の位までの外数にしたということは何の位の数字を四捨五入したということでしょうここで動画を止めて今まで学んだことを活かして考えてみましょうできましたか 100の位までの外数にしたということは死者誤入する位はその下の位なので答えは10の位になります問題2に取り組みましょう死者誤入すると200になる整数の中で一番小さい数と一番大きい数を言いましょう ここで動画を止めて考えてみてくださいわかりましたか10の位を死者五入してその範囲を考えてみましょうまず死者五入すると200になる一番小さい数字を考えてみます149だと10の位を死者五入すると 切り捨てて150 0 0になります1だと10の位を四捨五入すると切り上げて200になります。だから200になる整数で一番小さい数は150になります。次に一番大きな数を考えてみます。249だと10の位を四捨五入すると切り捨てて 250 0 0になります2だと10の位を四捨五入すると切り上げて300になります。だから200になる整数で一番大きな数は249になりますつまり四捨五入して100の位までの外数が200になる整数の範囲は150から 249までになりますではまとめをします教科書119ページを見てください数の範囲は以上、以下、未満を使って表すことができます例えば20以上といった場合、20か20よりも大きいことを表します 25以下といった場合は25か25より小さいことを表します25未満といった場合は25より小さいことを表し25は入れませんでは四角語の範囲150から249までを以上以下 ミマを使って表しましまょう。ここで動画を止めて考えてノートに書きましょうできましたかまずは150からの部分は150か150より大きいので150以上。 次に249は249か249より小さいので249以下となり150以上249以下で表すことができますまた249以下は250未満とも表せますので150以上 250未満と表すこともできます鉛筆問題7に取り組みましょう四者五入して100の位までの概数にしたとき700になる整数はいくつからいくつまでですか以上以下を使って表しましょうまた以上未満を使って表しましょうここで動画を止めて 答えをノートに書いてみましょう。できましたか数直線で表すとこのようになります。また649を10の位で死者五入すると600になりますが650を10の位で死者五入すると700になります。だから、 650以上になります次に749を10の位で死者誤入すると700になりますが750を10の位で死者誤入すると800になります。だから749以下ということになります。つまり以上以下で表すと650以上。 749以下となりますまた以上未満で表すと749以下は750未満と表すこともできるので650以上750未満と表せます今日の勉強はこれで終わりですありがとうございました